駅はなくとも意味がある。久しぶりの260人によるトイレ掃除大会。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる。チャンスとチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第218回目のテーマは、駅はなくとも意味がある。久しぶりの260人によるトイレ掃除大会。ということで、いいですね。僕ね、この綺麗にざっとバケツであったり掃除道具がこう並んでいて、でこれ全部ね、班のプラカードがあるんですよ。これ14班ですよ。私16班だったんですが、18班ぐらいまであるんですよ。でこの整列しながら、まずは今日の掃除は何について徹底的にそれぞれしていくのかであるとか、そのコツをまあそれぞれのリーダー、サブリーダーから聞いてくださいっていうお話がまずあってから始まるんですが、いやいや、僕この光景が大好きですね。いいですね。こういう道具がきれいに全部こう並んでいる、この取っ手なんて、バケツの取っ手がしっかりこう並んでいるわけですね。はい、ということで久々に、関東ブロック大会と称しまして、東京都立駒場高校で260人もの人たちが、掃除人が集まって開催されたということなんです。まあこれだけの人数が集まって開催するっていうことが、はい、4年ぶり5年ぶりっていうことですよね。皆さんもご存知のように、このコロナによるこうパンデミックによって、はい、こうみんながたくさん集まるっていう機会も少なくなる、学校のトイレはお借りすることができないという事情があって、もう丸々4年間、もしかしたらそれ以上を残念ながら学校のトイレ掃除をするっていうことができなかったんですが、ついに晴れてこの6月に、はい、皆さんで260人も集まってトイレ掃除をすることができたというお話なんです。いいですね。もうトイレだけではなくて、もうこういうこう階段であって、階段の踊り場であるとか、もうこれ玄関ですね。玄関のこの、側溝っていう、私たちに言うとグレーチングの清掃っていうんですが、これももう徹底してやります。はい。これは玄関の清掃です。私の16班はこの玄関の清掃をしていたんですが、実は彼ではないんですが、この玄関清掃に生徒会長がいました。学校からも何人かずつ各グループにこう参加してたんですが、たまたま生徒会長でして、この掃除の終わった後、彼がこんなコメントを言ってくれました。まさか自分たちが毎日使っている玄関がこんなに汚れていて、そして掃除したことによってこの空間が非常にこう清々しい空間に生まれ変わりました。本当におかげさまで、っていう話を聞いた時に、そっかそっかと、毎日使う生徒にとっては本当にここがきれいになるってことはどれほど価値があるんだって、まあそんな話をしてたら、全然今日は時間が足りなくなるんで、はい、みんなが集まっていたその、教室のところもこんな風にこうきれいにさせてもらった。さてここで鍵山相談役が、もちろんまあ私どもの日本を美しくする会の相談役でもあるんですが、この徹底した掃除を改めてしていて、私が頭に浮かんだのが、駅はなくとも意味があると。まさにこの鍵山相談役が、駅はなくとも意味があるという言葉を何度も口にしていました。はい、実は鍵山相談役が推薦してくれて、私もこの庵主という宮城谷正光さんの小説なんですけども、読ませていただきました。はい、もう本当に2500年前、まあだから紀元前500年前の、まあ、春秋時代というんですか、あ、この後に出てくるんですね。これ4冊ありまして、今ここに手元にもあります。この第2巻のところに、はい、かけがえのない言葉が出てくるわけです。私たちが掃除に一生懸命こうね、身も心も集中しながらさせていただいている理由というのが、実はこの駅はなくとも意味があるあると。今も2500年前って言いました。紀元前500年くらい前に、中国の春秋時代、姓の最宗である安永という人がこう活躍した頃の話と。で実際に安寂、安永というこの親子がここに登場するんですが、いやいや、もう結構分厚い本ですよ。でこれを4冊読んでても非常にご集中できました。はい、強国秦を中心に大小いくつもの国が乱立した古代中国春秋期、
このままでは大国に飲み込まれてしまう状況か、ある戦いにおいてある小国が先頭に立ち戦いを挑むと。すると大国たちはそのひるむことのない戦い方に触れ、その小国の存在を認めることになったという。無益なことは必ずしも無意味ではない。虚しいと思われることに真剣に取り組むことによって、かえってその人の純粋さが伝わることがある。まさにこの最後のこの3行なんていうのは、鍵山さんがこの掃除にこう一生懸命やっているその横で用を足していく人たちがいると。で、10年間は誰も手伝ってくれなかったんだけどって言った時に、まさに虚しいと思われることが、でもうちの社長真剣にあれを掃除やってるなと言ったところから、その人の人柄であり人間性でありというところで、だん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 こうファンの人が増えていって、結果的には10年越したところから一緒に掃除をしてくれる人たちができてきた。まさに益はなくとも意味がある。この小説の中で、また鍵山相談役がこの暗視という小説を私たちに、まあ読むといいよと言ってくれた理由も、この益はなくとも意味があるということが重要だということを多分語ってくれようとしていたんだと思います。これがやっぱりその時にこう集まって写真を撮った写真ではあるんですけども、ここで私が強調したいのは、この掃除の会が益はなくとも意味があるっていうことを本当にテーマにしてやってるんだぞっていうことではないんです。今のこの時代、まさにこんなに様々な技術が、そして、どん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 私たちのビジネスも変わっていく、こういう時にあってこそ、実は益はなくても意味があるっていうことが重要だって言いたいわけなんですが、皆さん伝わったでしょうか。私が今人と文化の資本経営っていうことも言っています。まさに経済的な資本経営、経済資本経営ではなくて、文化資本経営がどれほど重要か、そこに人を足してる、人を育てることも結果的にはその会社にとって意味のあることにつながっていく。いやいや、自分たちの会社の関わっているその地域であるとか、その業界であるとか、そういうところに何らかの貢献をすることも結果的には意味のあることにつながっているっていうことを言いたいわけです。直接的に収益につながらないけども、長期的に見ますと企業文化づくりであったり人づくりに貢献できるということこそ、今のこの令和時代だからこそ今注目されているのはこの文化資本であり意味のあることということではないかということで、今回はこの260人のトイレ掃除を通して改めて令和の時代の益はなくとも意味があると、この言葉を大切にしたいなということで取り上げさせていただきました。益はなくとも意味がある、久しぶりの260人によるトイレ掃除大会というお話でした。意味のあることしましょう。